サイコパスがこっち来てる、サイコパスが。やばいやばい、サイコパスこっち来てるわ。あー、ほら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 。怖い、このおじさん。何しようとしてんの？怖い！あったまろうっと。うん。あー、気持ちいい。なんか手に入れたね、これ。パーツね。なんかいろいろ落ちてるんですよね。おそらくね、クエストアイテムなんだと思うんだよね。うん。あいつもクエストアイテム持ってたんだね。よかったよかった。ぶっ殺しといてよかった。うん。これでまた一歩平和に近づきましたね。私のね。私の人生が。ちなみにこれ、海の方どうなってるのかというと、寒さのあまり凍ってます、海が。だから何にもできないの、海の方行っても。で、歩くたんびにパリ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 って今にも壊れそうなのね。近いな。だから海の方にはほとんど行ってませんね。まあ、何があるか分かんないからね。すまん、うん、すまんすまんすまん。こうなったら私この銃の威力でヘッドショット狙います。お、見失ったのあなた。おし、いった、一発よ、ヘッドショット一発よ。おい、痛い。完全に油断していましたね。うん、だいたいこのノリでいつも死んでますけど。で、灯台のところまで、戻ってまいりました。この先だよね。この先でえらいことだったんだよ。で、多分ね、これ復活してって思うんだよね。ほら、え、おお、やったろか、石謎機関員。ほうほうほう、うんうん、はいはい、そういうことや。ほら、はいはい、そう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 、いいんじゃないか、イージーイージー。こうやって一人ずつやればね、どうってことないはずなのよ。さあ行ってみましょう。私の死体から回収しようじゃないか。武器をたんまりこさえてあるから、ここら辺にあるはずなんだ。また普通の武器も回収していくぞ。で、落ちり落ちり。私何を言ってんだろうね。うん、こういうなんか島でさ、怖い目に遭うようなホラー映画ってそんな多くないよね、実際ね。うん、まあシャッターアイランドとかホラーじゃないけど、ディカプリオのやつ、なんかこうサイコスリラー的な、まあ、そういうのだったらあると思うんだけどね。うん、シークレットウィンドとかね、ジョニー・ディップのやつとかね、島に隔離するパーフェクトゲッターへとかかな。まあ、なんかいろいろゲームある、ゲームじゃない、映画はあるけどね。さあ、え、この辺なんか私の死体ってあんのかな、そのなんていうか形として残ってんのかな。 どうなんだろう。この辺明るくなってるから見過ごすわけないと思うんだけど。うん、なんだあのトンネルみたいな。やばい、次々と気になるものがあって、そっちに気が取られてしまいますね、これ。お、もうそうこうしてるうちにさ、死んだ時ぐらいのアイテムになってきてんだよ、私。銃も持ってるしさ、銃はね、今回手に入れたのは、こちらです。ちょっともう装備しとこうか。で、弾ももちろん持っていますね。この辺ももう使っておきましょう。ウォーターか、飲んどきましょうか。うん、これジャンクか、これもジャンクなんですよね。で、葉巻まで手に入れてんだよ。あ、ガスだ、ライターのガスだ。マジか。今回の銃はなんだ。
あーハンドガン、いい。結果的にアイテムを増やして帰ってくることができました。うん、これでクラフトとかできるんじゃないか。ほらアルコールも作れるようになりましたね。あれ何これ、マジックロッドとか作れるぞ。マジかよ、なんかいろいろ作れるんだなこうやって。マジックロッドってなんだおい、気になるな。あ、回復薬作れる。これでやっと回復薬も作れるようになりましたね。いざという時はこれ作って、いきましょう。ただ消費するのがもったいないので、うん、まあ取っておきましょうか。ギアの歯車マークをね、保持していった方がいいんでね。でさっき死んだこのルートぐーっと先行って何があるのかを確認していきましょう。サイコパスおじいちゃんがいましたよ。優しく声をかけてみましょう。迷子ですか、もしかして何かお探しですか。あーなるほど、水ありがとうございます。これで私も、生きていきます、あなたのおかげで。じゃあのさあどんどん進んでいこう。やっぱり復活してんだねアイテムっていうのはね。いやなんかいるぞ、犬いるぞ、いる。あれ集団で来られると厄介なんだよな。しかもここにあるやないの。あ避けていきましょうか。こうあそこにキャンプあるしね。何の音これ、怖い。何の音だ今の。何これ何、何の音、ちびるちびる、私ちびる、カタカタ鳴ってたぞ。こっちが行こう、やだ、嫌になっちゃう。ハマったハマったこいつら、あいつハマってるあそこで。っていうかめちゃめちゃ数が多い。まずあれはまずい、あれはまずい。線路を登ろう、あれやばいわ。4匹ぐらいだぞ、ほら。うわー野獣、うんと怖っ、やってらんないあんなやつ。列車だぞ。そんなわけで今回ご視聴の方ありがとうございました。私列車まで来ることができたんだけども、この先一体何が待ち受けるのか私は楽しみだ。そして皆さんも楽しみになってきてるんじゃないか。私のこのビヨンドデスピアの世界にハマりかけてるんじゃないか。そうではないか。私と一緒にまったりとこの狂った世界を冒険しようじゃないか。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラで虫に限る、ああいうのは。来るんじゃねえよこっちによ。あ、終着点だ、あそこ終着点があるぞ。おい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 、駅見つけちゃったかも。渋谷駅かな。ああすごいか、ちょっと待って、明かりがある。一旦明かりに行こうじゃないか。よし来た来た来た、あよかった。あれ家があるぞ、あれはバイオハザード7みたいな家なんだろうか、おじいちゃんが住んでるんだろうか、もしかしたらいい人が住んでるか。食料来た、今ね食料やばかったんだよ。危なかった危なかった、助かった。でバーナーも手に入れてるからさ、でそれ使って何かできないかなと思ってるんですよ。スティール、ああほらこの辺とかさ、いろんな部品使うわけじゃないですか。こうやって意外とあるよね、ロットっていうの結構持ってる。もうちょっとネイルオルトラこれ作れるぞ。
ただこのポイントをやっぱねどんどん獲得していかないといけないから、まあ行ったら死にゲーだよね。あと防具こうあるのよ実は。行ったら死にゲーなんだけど、これ死んで死んでどんどん集めていくっていう感じだから。トレインステーション来たぞ。これあの結構死んでいいんだよ実は。あのそれでアグロバマークとかあの作れるもん増やしていってみたいな感じなのね。うん、なんだこのパーツは。マイクロチップ、絶対これなんか役立つやつやろ。いや絶対これなんかすげえもん作れるようになるぞ。失いたくないところだが、このパスには、ね、とりあえずトレインステーションの方に行きましょうか。どこだどこだ、怖い怖い、ほうほう言ったぞ誰かが。誰かがというか鳥やろ。ちょっと待って、今いた、今さっき、これほら来たわ、ほらいるわあそこ。まあ危険はねもう先に排除しておくっていうのが重要よね。やっぱ食べ物食べないと力が出ねえからさ、こっちにあれ戻ってくるパターンやな。その間に力をつけておこう。力をつけておこう、うん。さて水は大丈夫だ。あこっちに行くのか、やっぱね、オーラにオーラに元気を。いやそういう複雑なあれだよ。バンジュのチャーハンイチュー複雑な動きするんだ。やっべやっべ、来た。 お互いこれ傷つけ合ってるじゃないか。いいね、お互い傷つけ合えばいいんじゃない。あれ要はそういうことでしょうね。オッケー、一人やった。お詰まってるな。おいおい、ちなみにこれ防御もできます実は。これね、防御も使いながら行くというのはいいかもしれませんね。いやー意外といいもん持ってるぞこれ。あーよかった。いやータスクコンプリート、あなんかコンプリートしたみたいですね。こういうのかな。いや冷静になれば意外とやれるもんですね。銃いらないぞまだ。二人いっぺんにやったぞこれ。最強かもしれん私。いや調子こくな私。頼む。調子こかないでくれ。さあ来ましたトレインステーション。まずはね、何か落ち着いて水でも飲んでおきましょうか。これを失いたくないよね。ガスとライター使ってこうバーバーっていうのこれで作るんだ。ああそういうことか、分かってきたぞ。私一番怖いのは幽霊ですからね。いるいる、どこだ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 、先に始末するぞ。いないな、こっから取れない。大外をまず回ってこの全体像を把握してみよう、うん、いないぞここには。あ調べてみるもんだね、何もないね、何もない、うん、広い、あ何これ、なんかこれブート、ん、なんかこうブーストかかんのかな、ブーストなんとかって書いてあったね。電車、あ電車の中もあるわ、どこどこ、
始末しないと気が済まねえ。おめえの笑い声気に食わねえ。ようよう気に食わねえ。ようようやってやるよ。どこにいるんだよ。下か。地下まであるぞ。地下鉄まで整備されているのか、この島は。向こう側に行けるやつだな。あるある。乗り間違いした時にこういうの便利。実は私田畑の方に行きたいんですけども、どちらから行ったらいいでしょうか。ぜひとも教えていただきたい。ありがとうございます。そういうことですね。山手線の逆に行ってたんだね。私はありがとう。ご飯をいただいております。であとは、食い物がね圧倒的にないよね。トースターはこれでもやってみましょうか。まあ一応水を飲んでと。うん、でタバコをいつでもね吹かせるように。上かな、これ上。おソーセージ、ソーセージ来た。ソーセージやっぱね、ソーセージは美味しいからね。そしてこれクエストのねやつがね、追加されるみたいですね。ジャーナルがね、うん、こういうやつがね。日本語化楽しみにしております。タルは大体調べるから。ドラクエでもそうでしょ。こっちは大丈夫だ。上の階だなこれは。すんげえ受けてるね上で。なんか知らんけど、いや、アサルトライフルかもしれん。これこっちの威力が470でしょ。でこれが 400×8 のダメージみたいですね。こっちの方がいいんじゃないかな。一応持っときましょうか。どんな感じのやつなのかな。かっこいい方使おうか。あ、かっこいい。これに決めた私は。あ、弾がないのかも。じゃこっちをメインにまず使っていこうか。ブツブツ言ってんなまだ。いやこれさ、アイテムの宝庫だぞここ駅。これいいね。一度来るべきですよ皆さんも。もしこれやり始めたって方はね、ビヨンドデスピア、こちらをやり始めたという方はぜひとも来て。トイレだ。わっ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 わー、やっぱどのホラーゲームでも、わー、ピルガーで言ったけど便器の中に突っ込まれてた。アイロンアイロンと水が便器の中に突っ込まれてた。あ、飲みたくねえなあ。でも飲まざるを得ない。飲まざるを得ない。ん、痛そう。おいおい、また生まれたの。巡回ルートに来ただけかな。この野郎、お前か。ブツ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 、おかしいでしょそんな独り言。それじゃないから。あ、普通に、あの邪魔なとこにあいつ来たな。あの脈拍邪魔だと来たな俺。そのでついでにここ調べておこうか。よし、下から行こう。あれどうにかせんとならんねこれね。どかんかせんといかん。あれは地下の方があったかいんじゃない。私もホームレス経験があるんだけども、その時は大体地下に行ってましたね。まああったかいからなんですよ。調べてないか。あ、ここ調べてなかった。戻ってみるもんだね。しかしあれ、よかった、移動させることできた。見つかってしもうだな。お、あいつ来ねえぞ。あ
突っ込めないけど、こっから届かないんですよね、あれ。え？ちょっとあれ、裏を回ってみましょうか。あれ、来ないぞ。よしよし。ん？気づいていないぞ、あれ。まさかのドジっ子なのか？あれは。まさかのドジっ子か？ちょっと裏を取ろう。お前の裏を取ろう。こうやってな。あそこでしょ。結構から裏取っていきましょう。生まれてきたことを後悔させてやろうかな。やっぱり石の向いた方に、あの音鳴った方に行くみたいですね。っていうかこれ今気づいたんですけども、コメントしていただけたらありがたいんですけども、あの F ボタンで全部回収できます。うん、あの今更じゃ今更だけども、1個のアイテムだと E ボタンで回収できますね。ここもう来たんだな。まあそんなわけで結構手に入った。ここもう、あ、いいね。結構な量手に入りました、アイテム。これで駅は制覇したと思われます。食べ物もゲットできたしね、ブループリントもあったし、ジャンクも結構手に入った、こうやって。うん、なのでちょっとクラフトが楽しみになってきましたね、これは。この辺もね。ただやっぱちょっと食い物不足な感じがあるね。うん、これなんだ。あ、これもチョコ来た。チョコ2個もあった、嬉しいやつ。家に何か食べ物ないかなって思ってたらチョコあって、た楽しくなるやつ、これ。うん、クエストアイテムもいっぱい手に入っているな。さて、あと何が作るんだ。あ、ここがね、メディキット系。うん、でフードとかドリンクもいずれ作れるようになるんですね、この多分ミート以外にね。でこちらがあとネイル、ネイルがあればなんか作れるみたい。全体的に、あ、これなんか作れるやん。マジか。ええ、これ作れるぞ。初、いきます。あ、いけた、いけた。何ができた、これ何ができた。ちょっと待って、アイテム、アイテム、これ、あ、これだ。できてる、強いやつできた。でちょっと荷物が多すぎるので、ちょっと重いものをあのなくしとかないと、いざやばいやつに追われた時に死ぬっていう恐れがあるんですよね。うん、まあなのでなんか捨てていこうかなと。なんかどれも重要そうなアイテムがな気がするんだけど、うん、こんな感じでね。これだとなんかパーツっぽいしね。うん、アルコールでしょ、マイクロチップとかもな、重要そうだし、これクエストアイテムでしょ、これ捨てるわけにいかんし、やっぱこの辺になると思うんですよね。だからもうリサイクルする方向でいきましょうか。いいじゃん、いいじゃん。なのでステーションはこれで、制覇したと。ちょうど昼じゃない。いやー、しかもほら見て、新しい武器に釘刺したあるわ。これは強いに違いないぞ。あ、よかった。さらにこの奥に向かっていきましょうか。右奥ね。ただここにね、なんかあるから、これ避けていかんというかね。よし、この辺全部こうか。あとはえ？どこどこ？ああ、あなたか。この武器の威力、ちょっ、試そうじゃないか。うん。ちょっ、やめて、それ。ちょっと待て、待て、待て。イェーイ、イェーイ。イェーイ、これ。あの、たびたび、このさ、これを引っ張っちゃうから、あのこっちにしますね。
ちょ、参っちゃうねあれ、うん、この先にもいたよね、見失っちゃったぞ。あ、そこにいたの。はい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 。あんよが上手。この武器の威力見せつけるぞ。おいおい、これこれ楽しいな、楽しいな。消えたな、時空の狭間に消えたな。時空時空の狭間に消えよったな、あいつ。いや、いいぞこの武器、私好きよこれ。あれ、建物ある。いや、こっちも危険だな。上に行ってみましょうか。いいもん手に入っちゃったぞ。これどんどんこうやって強い武器を作っていって攻略していくっていう感じなんでしょうね。お、これグレイブヤード、なんだ、墓場か。いろ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 。まあそんなわけで今回、ご視聴の方ありがとうございました。駅を制覇してみたと、新武器で。こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな、こっち見んな。皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。また次回この墓場荒らしサイコパスおじいちゃんやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お疲れ様でございました。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。